今日はね、岡山駅前の駅前商店街にね、来てます。で、まあ、この後ろが、後ろですね、リコットリコットなんですけど、この、まあ、ラーメン屋のね、集合体のエリアなんですけど、ここが、なんかラーメン以外にも、ホルモン屋さん、ホルモン専門店が、ね、できたらしいんですよね。ちょっと今日はね、ここに行ってみようかなと思います。はい、というわけでこのオープン記念ということで半額価格の、黒毛和牛そずり肉鉄板焼きと鉄板焼きネギポン酢と瓶、ビールがついて500円ということで、はい、まあ、ホルモン専門店なんですけど、やっぱりそのオープン価格ということで、ちょっとこっちをね、ちょっと試してみようかなということで、まあ、もちろんその、定食に関してご飯無料ということで、なっております。はい、で、まあ、ホルモンって結構、まあ、見たら聞いたら分かると思うんですけども、そずりとはっていうことですね。和牛の脂身の強い骨の周り、その、周りの部位の肉のことです。はい、じゃあ行ってまいります。すいません、お願いします。あ、はい、はい、ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。
はい、というわけで、ご視聴ありがとうございました。今日はね、この新しくできた和牛ホルモンの専門店に行ってきました。その和牛専門のホルモン屋さんなんですけど、あえて、このオープン記念のコースをいただきました。まあ、ホルモン自体まだ食べてないんで、またその行ってみようかなと思います。まあ、もちろんね、これを見てそのお店の雰囲気とか、分かった方でそのここから行こうということはぜひ、行ってみてください。で、何ですかね、この500円記念っていうか記念価格っていうのはまだいつまでやるかっていうのを未定で、なんですよね。で、まあ、白ご飯注文したいなと思ったんですけど、値段が書いてなくて、まあ、その券売機見てくれたら分かると思うんですけど、僕がそれで、いくらですかって言ったら、ちょっと慌ててね、値札をね付け替えたような感じで、白ご飯はね一応100円ということで、やってるということで、でなんか銘柄もね、ウイスキーですね、ハイボールの銘柄もそのボルモアとかマッカラの12年とかありましたね。もうこれもウイスキーの価格に含まれてるということで、すごい安いなと思いますね。はい、というわけでね、またぜひ皆さん行ってみてください。ありがとうございました。ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。